今回はゲーム実況していてマッマに壁ドンされたニートのイッチの話を紹介するよ。ニートは40歳。ゲーム実況してたらマッマに壁ドンされた。ただゲーム実況してただけなのに、壁を叩くとかひどくないか？とりあえず40歳ニートのインパクトよ。ニートのお前が悪い、以上。壁ドンされた時の状況は？ゲーム実況してて、厨房に全然勝てなくてイライラしてたんや。それで、うるせえぞ、クマルガキが、って切れながらプレイしてたんだけどさ。急に壁の向こう側から壁ドンされて怒鳴られたんを、急に壁ドンとか心臓に悪いわ。マッマの怒鳴り声も聞こえたし、怖くて心臓がビクってなった。ワイは豆腐メンタルなんや。これで心臓が止まったらどうしてくれるんや。厨房相手には生きてて親には無理なんか。うるさいお前が悪くね。でも親も結構やばいな。そりゃさ、40歳になってもニートが家にいたら親だってメンタルやむだろ。それな。確かに。やっぱりこれはイッチが悪いわ。うるさいならうるさいで、注意したらよくないか？いきなり壁ドンはひどいと思うんを。じゃあ40歳がニートしてることについては何も思わんってことでオッケー？それな、とりあえずイッチが悪い。とにかくイッチが悪い。結局イッチが悪い。引きこもってゲーム実況してて、さらに相手が厨房ってのがなんとも言えんわ。イッチが静かにゲームしてたらマッマも切れんかったんやないか？ゲーム好きならわかると思うけどさ。ついつい熱中すると声が出るんだよ。家での楽しみなんてこれくらいしかないし少しくらい、いいやろ。その態度がマッマをイライラさせるんやで。ちゃんと謝ったんか？壁ドンしたってことは切れてんぞ。なんでや。Y が被害者なのに Y が謝るんか？いやいや、お前がうるさかったからマッマが怒ってんだろ。これは謝罪しないとさらに怒られそうだよな。むしろゲーム取り上げでよくない？ Y からゲームとごちゃんを取ったら何も残らないんを。暇になったら働けばいいやろ。っていうかいつも疑問に思うんだけどさ。ニートからパソコンとかゲームとかを奪ったら働くんか？それともニートのままか？働きたくないだけのニートは外に出るかも。コミュ障だったりがマルチだったりガチで働けん奴らは無理。そもそも昔ってニートは何してたんかな？家に何もないよな？スーファミくらいなら昔もあっただろ。じゃあずっとママルをやってんのか？頭が狂うわ。確かに回線繋いで遊べないし攻略本を買う金がなかったらずっと同じステージをループするしかないもんな。ワイニート。パソコンがないと生きていけないんを。とにかくマッマの様子を見てこいよ。40歳なんやし、そろそろ働く気はないんか？マッマを見てきたけど、普通に見える。でもさっきは確かに壁から音が聞こえたんを。それ本当にマッマやったんか？今、家にはイッチとマッマだけ？ワイとマッマしかおらんで。はい。じゃあ壁ドンはマッマか。怒ってないなら話しかけてみたら？と、見せかけて。声をかける勇気がないんを。別に怒ってなさそうなら声くらいかけれるだろ。自分の親だろ？何怖がってんだよ。そもそも話題がないんだよな。さっきはうるさくしてごめん。でいいだろ。ゲームをしてればマッマも許してくれるはず。ゲームで怒られたのにゲームの話題を出したくないんを。めんどくさいやつだな。今日の夕食何？でよくね。じゃあそれちょっと聞いてくる。包丁投げられないようにしろよ。まだ怒ってる可能性あるよな。イッチが怒られるかどうかはくてか。夕食はカレーだってさ。なんかまだ怒ってた。話し方がツンケンしてる。ツンデレ的な？かわいい。もう60近いババアだぞ。壁ドンするババア怖え。なんで高齢の両親を怒らせてんだよ。もっといたわってやれよ。壁ドンくらいさせてやれよ。ストレス溜まってんだろ。ぐさっとされるよりマシだよな。イッチのことがストレスならいっそ追い出してバイバイすればいいのに。そういう施設とかあるんやっけ？ワイは追い出されたら生きていけん。じゃあ丸寝よが丸字。引きこもってるだけでもうざいのにラーラー騒がれたら最悪だよな。ニートがいたら、家に客も連れてこれないしな。家事くらいはやったら？たまに皿洗いはやらされるで。その程度じゃダメだろ。丸されないといいけどな。マッマのストレスがかなり限界に近いぞ。実況は1日にどれくらいしてんの？長い時は半日くらい。まあ疲れて数時間でやめることが多い。暇すぎて草。それでラーラーしてたらうるさいわ。実況中にコード抜いてやれよ。高橋名人に怒られるぞ。草。パッパは怒らないのか？パッパはワイのことは無関心やで。ニートの家はそういうパターン多いよな。そりゃマッマのストレスもたまるわ。で、いつになったら働くの？このウマルコ製造マシーンはマジでキモいわ。マッマのストレスが心配だな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイ浪人生19歳。ゲームしてたらニート28歳に。職歴なし。バイト歴数ヶ月。車の免許なし。資格は簿記3級だけ。それでも気楽に過ごしてる。ワイ25歳タックル大学参入。エントリーシートさえ通らずむせびなく。自慢定期。ガチで終わってるぞ。
30社くらいエントリーして面接したの1回、その1回も若い社員でバカにしたかったって感じだった。エントリーシートかけるだけ恵まれてると思い明かす。気楽に過ごせてるならええやん。危機感とか将来への不安は昔に消え失せたわ。ちょろっとバイトしてる実家暮らしやけど書き込んでいいか？機内絵には一銭も入れとらん。何受験勉強そっちのけで簿記受けとんねん。ニート期間に勉強して簿記3級取ったんや。久々に勉強しようと思ってな。前すれで非宿休みで土曜たまに休みばかりって言ってたやつおったやん。それが週休2日やぞ。完全週休2日の仕事なんて限られてるし1日の仕事時間長いってパターンばかりやぞ。現実見て仕事探すんやで。ほう、日本の労働環境、壊れる。はあ仕事したくねえ。Y16 最高に。コミュ障ぼっちをこじらせて高校からフェードアウトした模様。だろうしてるやつで途中でニート挟んでないやつっているのか？週休制のことだけ言いたかったんや。ほな、また。働きたくないし丸みたいけど丸のために行動をしたくないのがわい。だからニートやってるんや。今思うと結婚も怖くね。なんでみんなの前で学歴さらされなきゃあかんの。学歴とかどうでもええやん。年金全く払ってなかったけどもうすぐ全部追納できそうや。現在21歳でまともに人とコミュニケーションを取ったのが7年前。14歳からずっと引きこもりや。もう無理なんかな。人と普通に関係を築いていくなんてできそうにないわ。無理やと思うわ。諦めてニート暮らしするしかねえ。それかコミュニケーションを必要としない仕事とかあればな。せやな。普通の社会で普通の仕事をして生きていける気がせんわ。週2でコンビニ。月3万くらい手に入る。ニートより Y みたいなスタイルの方が絶対生きやすいと思うわ。稼いだ分全部自由に使えるとモチベ上がるよな。半ニート実家暮らしほんま強いと思う。せやせや。一月でスイッチでも PS4 でも買えるからな。時給900円って普通に高いと思うわ。年金70支給。厚生年金なけりゃ完全丸棒じゃん。一浪して F に進学したわい。高みの見物。大学院で無能で怒られまくってる Y でも生きてる価値ないと思うのに。高卒ニートって存在しててええんか？ええんやで。フォークリフト持ってるから工場でクッキングでもやろうと思うんだけどやってるやついる？派遣でやったことある。初めの日は足がつったりして多忙だけど慣れたらむっちゃ楽だと思う会話も少ないし。ああええな3月。転職活動うまくいかんかったらクッキングやな。エントリーシート。2009年3月、高校卒業。移行空白。職歴なし終わり。27フリーターやけど友達できんな。失敗するたび人間関係切っとったら友達ゼロ人になってもうたわ。家族と兄嫁しか遊んでくれる相手おらん。毎週ビッグトと一口だけ買って6億円当てる夢を見てるチッキーです。今キャリーオーバーですごいんやっけ。ハロウィンジャンボと一緒に買いに行かなあかんな。ニートに学歴関係ねえよ。全て一緒。働く以前に面接が存在する時点で積んどるぞ。一理ある。まともな神経してる面接官ならこんなヤバそうな人たち採用しようとは思わんやろうしな。ほんとそれ。Y が面接官でも Y なんて絶対雇わんわ。これに尽きるやな。世の中のお金の数は決まってるのに日本の金はどこに行ってしまったの？流通量がおかしいよ。お金の数は決まってないよ。学歴あっても一回ニート経験しちゃうとそこから這い上がれない。わかるわ。Y 通信制高校卒浪人1年目やで。ニートはゲーム実況やりな。Y 登録者700人ちょいやけど月5万くらいもらえてるで。投げ銭美味しすぎるわ。どこのサイト？つべやで。まだまだこれからやな。 Y 高校中退ニートで24までニートや。生きていく意味がわからないから丸の予定なんやが就職するより丸の方が簡単じゃないか。これが月20万とか稼げるようになったらニートじゃなくて実況者名乗れるやろな。生涯年金もらってるわい。高みの見物。年78万円入ってくるから散財や。ニートって親に甘えまくってるのに仕事面では全く甘えないよな。親に働き口ないか聞いてみろよ。涙流して探してくれるぞ。同級生のツイッター探ったら丸見たくなるぞ。絶好所なら正社員になれるぞ。とりあえず昼間に外出れるようにならんとどうしようもないわ。あらゆる行動の第一歩から積んでる。ウォーキング始めとけ。まずは夜からでもいいぞ。脚力マジで弱ってるから。ニート期間長くなるとたとえ条件緩くて経験があまり問われない仕事見つけてもどうせ Y なんかって感じで逃げ癖がつくんだよな。高校中退、人卒から宅弁ってやっぱきついか。高3やが出席日数足らんのや。 Y 一時それやろうと検討したけど親が絶対許してくれへんかったわ。 Y 高卒職歴なしニートや。バイト経験もない。免許は取った。消えていなくなりたい。2年ニートやった Y がコンビニ始めた理由はマッマが知り合いの店紹介してくれたからやで。やっぱそういうの必要やと思うわ。
ニートやるにしても10年くらい職歴つけてからニートやればいいものを。お前ら何歳や、ワイは25や、アラサーや。ワイは35歳や。アラフォーやな。引きこもり歴何年なん？引きこもったのは4年だな。今はフリーター。てか世の中やっぱ金なんやな。さっきのスレで国立大学でも50万するって知ってビビった。私立大学だと半年で60万くらいっしょ。子供ができたら払える？まず職歴を作るところからやな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。甘やかされて育ったからニートになった。これ論破できる？ニートになる人って甘やかされて育ったやろ。一子はニートなんか？終始甘やかされてると案外そうでもない。幼少期ゴリゴリに詰め込まれた挙句、思春期あたりで甘やかされ始めるともうあかん。せやな。あるあるやろ。これはまあその通りちゃう。逆にある？そして10年以上ニートできてるやつは勝ち組やと思うわ。普通は2、3年で叩き出される。甘やかされたとは具体的にどういう？買いたいものは買ってもらったりとか、テストの点数はいい加減でも大丈夫だったり、怒られることが少なかったり、他にもあるけどあげたらきりない。で、それがどういう理屈でニートになるねん。だから働かなくても親がそんなに怒らないとか。じゃあ働いてるやつみんな、誰かに怒られるから働いてんのか。そういう意味じゃないってわからないのか。うん、わからん。それならしゃあない。説明不足。甘やかされて育ったとか言って環境に甘えてしまうのがニート。十分稼いだからニートになったけど何か？それただの無職や。貯金が億単位であるなら資産家やな。ワイも資産家になりたい。甘やかされる。抑えつけられる。のどっちかやな。無関心もあるで。無関心も甘やかされてるうちに入るかな。甘やかされて育ったからニートになった。つまり、ニートにならないならば甘やかされて育たなかった。はい。自立心の芽生えとかないんか？たださ、そんな環境で育てられても大多数のやつがニートにならんやろうし。やっぱり甘えやんと思う。金がないとニート買えんしな。甘やかされて育ったってことは、甘い親に責任がある。とも言える。小さい頃の努力や成功を褒められずもっと頑張れよって育て方してもニートになるぞ。別に親が甘くて全然悪いと思わんもん。そういう考えならそれはそれでいいんちゃうか。ニートって自分がニートになった理由ばっかり探してるよな。大抵親のせいとか言いそう。似たような環境で育ってニートじゃないやつなんて世の中にゴロゴロいるから結局甘えやぞ。確かに甘やかされたから必ずニートになるわけではない。でもニートになった人に限ってみれば甘やかされて育ったってことや。まあニートになるやつの傾向なんて知らんからなんとも言えんが。まあそういう傾向の一つが甘えじゃないかって話よ。ニートは親と子供の共同作業やろ。ニートすれ立てるやつ大抵ニート。ワイも職業資産家になりたいわ。別にニートが悪いとかって話じゃなくて、こういうやつがニートになるってだけの話やろ。そうだぞ。なんか勘違いしてる人いるけど、周りの環境に適応できなかった人がなるイメージ。そういう人の一部が漫画家や小説家になってそうやな。結局人間的に弱いとこがあるんだろうな、元から。人間強度が下がるんぬん。そもそも程度の代償あれど、甘やかされて育ってないやついねえだろ。これやねん。抽象度高すぎる。ニートって大抵親に甘えるしかない状況にあるけん。じゃあ親の援助なかったらどうなるんやろうな。親の教育が悪いのは確かなんだよな。同じ環境でニートになってないやつもいるっていうけども、細部までちゃんと見極められていたらそんな感想でいへんのや。言うて細部まで一緒のやつなんて一人としていないんだから、大まかな傾向で話すしかないやろ。せやろ。そして少なくとも堕落するやつとそうでないやつの具体的違いくらいはつけられそうなもんやろ。ほんま全然わからん。学校とか友達関係とか嫌でも厳しい経験するのに、親まで甘くないとか辛すぎんごやろ。みんなのおかげでがマルジになれた。今までありがとう。甘やかされて育ったっていうのもあるけど、無職になってから無関心だったり怒らなかったりするのはニートになる要因やろ。親が甘やかしても自立できる子はいるが、親が甘やかさなければニートになる子はおらんのかな。ワイはみんなの友達やから、みんなにも甘々分けたげるでー。んちゅ、君らって結論の出ない無駄な議論好きだよな。暇やからな。あと基本知識ないから。ワイ甘々やでー。諦めないで甘々し続けるでー。ここまで論破できているレスがないな。甘やかされてもしっかりする子はするよな。割合の話やとわからんけど。でも甘やかされて育ってもニートじゃないやつが大多数だよねってのが感想で、結局甘えやんと思う。まあそうよね。大事なのは周りが甘くても自分だけは自分に厳しくなれるようにしておくことやで。甘やかされて育ってない人がいないから、甘やかされて育ったからニートとは限らない。唯一論破できるとしたらこれくらいやな。このスレに論破も何も抽象度の高い浅知恵のふわっとした話しかないんやから、どうしようもない。浅知恵なら論破しやすいやろ。逆にまず論じゃないやん。でもお前らニート本人側は甘やかされたからダメになったんやとか言い出したら叩くやろ。へえって思う。
甘やかされてニートになってそこから社会復帰するのって色々ときつそう。一度ニート味わうと社会の荒波はきつそうやね。で、この議論の意味は？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y 一人暮らしニート、金欠で灯油が買えず遠まる寸前。さようなら。所沢まで容器持ってくれば灯油を持ったるわ。スーパーに行ってサラダ油でも買ってきたらよろしいやん。ストーブ壊れるやん。ありがとうやで、でも北海道なんや。生活保護もらえば。なぜそんな貧乏で試される大地にいるのか。試す前から丸布わかってるやろ。北海道のどこらへんや？札幌やで。灯油は渡してやれんけど札幌の公園に寄り添って肌を温め合う人らが茂みの中とかトイレの中にいるらしいから行ってみようや。エアコンでしのげや。なんか燃やせば。北海道で一人暮らしニートとかもはやニートじゃなくて主要層だろ。ストーブのないアイヌの人らも生きてたんやから大丈夫やろ。金もないから引っ越しもできない。冬を乗り切れる気しない。ガソリン入れるやで。なんで働いてないの？日雇い系や。ニートが引っ越しと各地にするだけでもおこがましい。なぜニートなのに一人暮らししているのか。実家ないとかや鈍かな感じなのか。今年3月に仕事辞めて一応それまでの貯金でやりくりしてる。でもいよいよそこがつきそうやし、いろいろあって実家には帰れないんや。とりあえずつなぎとしてバイトでもしたらどうや。なんかもう意欲が出ないねん。で、どうしてほしいの？もう転職失敗してどこもかしこも落ちまくったんや。クソゴミ精神やし、もう働くのどころか面接受けるのも怖くなってもうた。1月くらいに北海道新聞にひっそりと載りそう。お悔やみ申し上げますのなんか。はよう雪だるまになるんやで。面接日以外はバイト入れとけよ。それでとりあえずは丸がない。もう積んでるんやないの。バイトぐらいならしたらええやん。生活保護もおっやいるなら受けられないしな。よっぽどのことないなら親頼ったらどうや。このままなら丸ぬわよ。もうあかんわ。住み込みバイトか、Y に勤まるやろうか、誰か札幌民 Y を雇ってくれ。急に元気で草。音声で叫んでもなんともならんで。何やる気出してんだよ。おとなしく冷たくなっとけよ。冗談系とかでありそうだけどな。精神丸んで帰ってくるで。なんかもう責任もないような。人と関わらなくてもいいけど手取り17万くらいの仕事ねえかな。こういうこと言っとるから遠まるしそうになってるんだよな。すすきのは怖いんを。定山系は温泉街やし接客とかはいできひん。仕事選んでる余裕あるなら灯油くらい買えるやろ。データの打ち込みとかあるやろ。手取り17万いくんかな。知るか。動物らしく遠まるするんやで。グッバイッチ。いつくらいにニュースになるかな。手取り17万はさすがに草。大卒ならワンチャンある、ない？一応大卒やけどクソゴミ F ランやで。さすがいか。違うけど近いな。学園大か。学園や。北海？せや北海や。北西ではない。変わらんやろ。ああ、これは北海学園大学か。これは国際大。違った。函館未来。夕張の炭鉱で一山当ててこい。ゲットウェーブで人募集しとるで。北海学園大学に行けなかった商業高校の子もいるから学園大は実質 A ラン。それか網走でお勤めしてくれば丸にはせんやろ。まあほんまに丸慣れても気分悪いから仕事探すんやで。ほな。札幌ならいくらでもあるしな。トリマ USA 踊って歌おうぜ。とりあえずハロワや。今は岩オリオン座を見ながらエッチのスレを見てるで。あ、流れ星。北海道って窓が20とか一戸建てなら玄関も20とか防寒仕様になってて暖かいんと違うんか。Y 九州やけど北海道出身の人が屋内はこっちの方が寒いって言ってたで。まあ確かに丸ぬほど寒いわけではない。厚着すれば大丈夫やけど。でも何があってもストーブがつけれないという精神的苦痛が辛いんや。最近なんかつまらんからジムで働けるよう口聞いたるで。3月くらいまでならうちに住んでやぼろいけど。前金で10万くらいくれメンス。ここに全てを晒したら。いやいやわ、なんでそんなことせなあかんねん。怖いわ怖い怖い。高卒はい。手取り15。きっといいことあるで。ちなことし中途や。マジで北海道は楽しいけどコスパはあんまり良くない。山梨行け。札幌で誰かは雇ってくれる人おらんか。責任なしで人間関係がない仕事？ないですよねー。ないよな、わかっとんねんそんなことは。ええ仕事。失業保険ないんか。何歳かわからんけど若ければいくらでもいけるやろ。動き出すのはきついかもやけど少し動かないと本当に丸むで。25歳や。いくら北海道とはいえ厚着すや余裕やろ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。